北緯35度41分44.5秒、統計139度45分27.8秒、北緯35.695694度統計139.757722度、35.695694139.757722、岩波ホールは、東京都千代田区神田神保町2丁目の岩波、神保町ビル内にある映画館。 ミニシアターとして草分け的な存在の映画館。定員は192席。総支配人は岩波雄二郎の義前である高野悦子。支配人は高野悦子の名である岩波律子。開館当時は多目的ホールとして利用されていた。1960年代にはテレビ放送の発達に伴って日本映画産業が衰退し、映画の上映本数が減少した。 東方東和の河北かしこは欧米など先進国と日本の映画文化の差に危機感を持ち岩波ホールの総支配人である高野悦子の賛同を得て文化的に質の高い映画を上映する映画館となった日本で初めて各会館全員入れ替え制定院制を実施会員制度を有する外国映画の場合は日本語字幕の読めない未就学時の入場を実質的に断るなどの 特徴がある。岩波雄二郎が岩波書店の社長を務めていた際、岩波書店とは全く別に岩波人保町ビルを建設した。その際に東京都千代田区から将来東京の地下鉄が3本も通り人保町という良い場所にあり文化施設を作ってほしいという要望があった。さらに岩波雄二郎の父親であり、 岩波書店創業者の岩波茂雄は芝居好きであり、山本康江に対して劇場を作ってあげるとの約束をしていたが、太平洋戦争で実現できていなかったことも理由として岩波ホールが開設された。エキプドシネマとは、フランス語で映画の仲間の意味で、発足当時には商業ベースにはなりづらいと考えられている名作を上映することを目的としており、 以下の4つの目標を掲げている。2018年6月までの44年間に56カ国地域の250本を上映。1976年日本映画ペンクラブ賞を受賞した。ほか、ありがとうございます。